今回の講座が VTuber モデルの動きをリッチに物理演算テクニックまとめ。はい、本日はですね、 SNS で話題の VTuber 用ライブ 2D モデルのですね、腰や足が動いてたり、いろんな体の部分がね動くようなテクニックを紹介させていただこうと思います。今回配布しているデータですね、適用前と適用後の比較動画みたいなのを用意してきたので、まずはこちらちょっとご覧ください。じゃあ再生しますね。左右の動き、上下の動き、回転の動きといろいろ動かしてみたとき、顔や体のパラメーターごとの可動域は変わっていないのですが、右の方が大きくリッチに動いているように見えると思います。これからこのようなモデルを作るテクニックを学んでいきましょう。早速ですね、まずプルプルする瞳の揺れから解説していきます。今や VTuber といえばこの瞳を思い浮かべる方も多いと思います。ですね、瞳の揺れに加えてですね、まつげも揺らすとよりプルプル感が増えるというところがありまして、今回はまつげの揺れも2段階で用意させていただいております。比較の動画ですね、1段揺れだけの場合と2段目の揺れがつくとどうなるかっていう、比較の動画ですね。はい、ああ確かにしなやかな動きになりましたね。結構印象がガラッと変わるので、羽毛も揺らすといいかなというところでご紹介させていただきます。はい、こちらの2段目の揺れ、左まつげ揺れになんですけれども、こちらですね、すべてアートメッシュで動きがついております。はい、割とですね、掛け合わせが管理が大変そうっていうような印象を受けられるかもしれないですね。目って結構開閉とか笑顔とか変形とかにキーを紐付けるので、掛け合わせ形状がたくさん増えがちだと思います。はい、まあ、なのでですね、今回ブレンドシェイプを使ってこのデフォルトの状態で羽毛を揺らして、各形状でも動きが加算されるように設定されています。まず動かす目尻の頂点を選択、 X を押しながらバウンディングボックスの位置を付け根の位置に移動させ、少し回転させます。反対側も同じくらい回転させます。こんな動きがつきました。ブレンドシェイプで動きをつけたので、目を閉じた状態など掛け合わせ形状にしてもちゃんと動いています。ただこのブレンドシェイプを使用する方法は気をつけないといけない点があります。特に羽毛の部分には気をつけてください。配布データでは羽毛だけ目の開閉の動きをデフォーマーでつけています。これはアートメッシュに動きをつけると、閉じ目の時の揺れが上下に伸縮するような動きになるからです。この原因は目の開閉で羽毛の方向が揺れをつけた時とは逆の方向となり、動きがうまく加算されなくなるからです。したがって開閉の動きの方向を変える役割はデフォーマーで行うようにして、揺れの方はアートメッシュで動くように分けてやるとうまく動きが加算されるようになります。ブレンドシェイプは便利ですが、掛け合わせの形状が崩れそうな時はデフォーマーを作成し、動きの役割を分けてあげるのが良いでしょう。物理演算の設定についても見ていきたいと思います。ひとまずですね、左腕を例にご紹介させていただきたいと思います。まず入力設定ですが、今回は4つのパラメータが入力として設定されています。でこのようにですね、複数のパラメータを入力として設定する場合ですね、この種別と影響度というのを考える必要が出てくるわけですね。まずは種別の方ですね。種別はですね、振り子の揺れ方を指定することができる機能になります。と 1x とこの角度という2つから、まあ、選べるわけですけれども、まあ、なんとなく横移動したから振り子が揺れるみたいな、まあ、イメージの揺れなんだなというのが、まあ、1x ですね。はい、で角度はじゃあどうなのかというところで、まあ、傾いて振り子が揺れるみたいなイメージの種別がこの角度という種別になります。揺れ方も違うんですけど、もっと大きな間違いがあるんですね。ほう、それはですね、角度の場合揺れたら揺れっぱなしになるという、まあ、性質を持つようになるというのが大きな違いになります。こちらのですね、パラメータ左上腕揺れのこの赤い点を見ていただきたいんですけれども、体の回転 Z をマイナス方向に向け続けると、左上腕の揺れをずっとマイナス方向に振れ続けて、プラス方向ならプラス方向に振れ続ける。こちらは1に変えますと、この赤い点がわかるでしょうか。入力し続けても戻るんですね、元に。真ん中に戻ってますね。
これが多分大きな違いなんじゃないかなというふうに思います。まあ、後半紹介するテクニックですね、角度と位置の違いが結構重要になってくるので押さえておいていただければというところでございます。後半は全身の動きをリッチにする裏技をご紹介していきます。左が実装前、右が実装後です。上下の動きを比較すると各部位の動きの違いが顕著になります。パラメーター同士を連携させることでこのような違いが生まれます。では早速ですね、こちらの作り方、設定の仕方を解説していきたいと思います。